ピーター・セラーズピーター・セラーズは、アメリカの演出家、映画俳優、脚本家。古典から現代に至るオペラと演劇の演出において、著名。世界各地の劇場、オペラハウスに招かれ、現在最も人気の高い演出家の一人である。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。フィリップスアカデミーを卒業、ハーバード大学に学ぶ。 在学中に、バーグナーのリングの人形劇バージョンをはじめ、チェーホフの三人姉妹、ゴーゴリの検察官などを演出し、アントニーとクレオパトラで大学内にとどまらず一般の注目を集めた。卒業後は、ボストンシェイクスピアカンパニー、ワシントン DC のアメリカンナショナルシアターの監督に任命され、 1990から1993年には、ロサンゼルスフェスティバルの芸術監督を務めた。現在、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で演劇と世界文化について講じている。1990年代、モーツァルトのだ、ポンテ三部作を相次いで演出する。コシファン・トュッテはカフェ、フィガロの結婚は、ニューヨークの高級マンション、ドン・ジョバンには、スラム街と、 それぞれ現代に舞台を移し、ユニークな設定による原点の読み替えが、批評家の激賞を浴びた。グラインドボーン音楽祭やザルツブルク音楽祭など、著名な音楽祭に招待されている。20世紀の作品、メシアンの、アッシュジのセイ・フランチェスコ、ヒンデミット、画家、マチス、リゲティの、ル・グラン・マカーブルを演出、サーリアホ、カナタからの愛、ジョン・アダムズ、中国のニクソン、 エルニーニョ、原爆博士などの初演を手掛けた。分けても、ジョン・アダムズは音楽上の名優とされている。ジョン・アダムズ作曲の最新作、フラワリングツリーが自身の演出により、世界各地で初演されており、2008年12月6日には、東京交響楽団の定期演奏会に取り上げられ、日本での初演が行われた。以下は、 東京交響楽団のホームページから第562回定期演奏会2008年12月6日午後6時、サントリーホールジョン、アダムズ、フラワリングツリー花咲く景色イコールオートモナオト、演出イコール、ピーター・セラーズ・クムダ・ジェシカ・リベラ・オージーイコール、ラッセル・トーマス・カタリベイコール、ジョナサン・レ・マルブ・ヨーイコール、ルシニ・シデイ、エコスプリアント、アストリクスマ・マワルダニ・ガッシイコール東京コーラス。 合唱式イコール有村雄介セラーズには作曲家の意図とかけ離れた演出を行っているとの批判もある。1997年のザルツブルク音楽祭におけるセラーズのルグラン・マカーブルのプロダクションを見てリゲティは大いに困惑したと言われている。他方でサーリアホは自身が2000年に作曲したカナタからの愛のザルツブルク音楽祭と サンタフェオペラでのセラーズ演出は彼女が想像していたセットのイメージとぴったり一致していたと述べている。セラーズとサーリアホは2006年パリ、2008年ヘルシンキとサンタフェで行われたサーリアホ2度目のオペラ作品であるアドリアナ・マーテルの公演でも共に組んで仕事をしている。ある評論には次のようにある。テレビのインタビューでサーリアホは演出家のセラーズを 本公演成功の立役者として挙げた。悲惨で暴力的な戦争時の出来事の中に、セラーズは作曲家自身当初は想定していなかった希望という新たな側面を見出し付け加えた1991年に唯一の映画監督作となるザ・キャビネット・オブ・ドクター・ラミレスを発表。セラーズの意思により一般公開はされず、一部の映画祭等で上映された。ジョン・キューザック。 ミハイル・バリシニコフなどが出演している。俳優としては、ジャン・リュック・ゴダールの、ゴダールのリア王に、ウィリアム・シェイクスピア5成役で出演している。2008年7月に、パリ国立オペラの講演のため初来日、バーグナーの、トリスタンとイゾルデを演出の予定。ありがとうございます。